Episode 4 of Bartender Glass of God is here. Let's get right into it. We saw my boy go up against Mr. Perfect, and he lost. The Manhattan Martini. A Moscow mule. おお、こんなに美味しいモスコミュールは初めてだ。ありがとうございます。上司と部下から飲めばわかると聞いていたんだが。苦島さんですか？え、なぜそれを。 それでは、お姿勢よくしていらっしゃるので、ホテルにお勤めの方かと。おお、本当によく見てるんだな。正直、ここに来るまでは神のグラスと言われてもピンときていなかった。しかしこの一杯、ただ美味しいだけじゃない。よし、もう一踏ん張り。そう背中を押された気がする。君の先には 人の心を動かす力がある。光栄です。そこでだ。君の力を貸してほしい。君のお酒である人を心変わりさせてほしいんだ。頼む。私を助けると思って。頼む。この通り。え？部長自らイーデンホールに行ったんですか？笹倉さん、うちに来るって言ってくれましたか？いや、 別件だ。会長からの頼まれ事だよ。ムッシュ山内をうちに引き抜く。え？あの三つ星シェフを？うん。無茶ぶりもいいとこじゃないですか。手は打ってある。ひょっとしてそれで笹倉さんのところに？うん。今度の週末、山内シェフをアテンドする。締めはイーデンホールだ。失敗は許されない。心してかかってくれ。 フランス市場主義だから食材をフランスから取り寄せろと言ってるわけじゃない。私がもしパリで焼き鳥屋を始めたとする。肉はいいが、タレはどうする？みりん、醤油、ザラメがなくて焼き鳥のタレが作れるか？それらを日本から取り寄せたいというのは無茶な要求かね？いえ、そんな。しかし調理用の水から野菜までとなりますと。 This guy's asking water and vegetables from France. Is that possible? どうしてもというから付き合ったが、というわけか。 私はフレンチのシェフだ。酒の知識に関しては多少の自信がある。それを承知で挑もうというのか？Put your money in what your mouth is, buddy. いいだろう。 Because you got the future glass of God in front of you. Is that a main hand? どうぞ。神島様のチョイスでご用意しました。 え？ 赤というより茶に近い褐色。色合いはヴィンテージポートのようだ。味は中程度。アルコールではそれほど高くない。香りはかすかな酵母臭。日本の味噌のような。私にテイスティングさせるんだ。 やはりワインだろう。このアフターテイスト。
シェリーのアモンティリアードかオロロソに違いない、うん、これは20年ほどの熟成を経たオロロソだ。みりん。みりん？本みりんを10年ほど寝かせて熟成させてあります。みりんって料理に使う？ええ、本みりんはもともと焼酎にもち米と麹菌を加えて作る甘口のお酒なんです。よろしければ皆さんも飲んでみてください。ああ、みりんってこういう味がするのか。みりん？シェリーって言われればそんな気がするような。失礼する。お、この勝負はフェアじゃない。私を騙すような真似をしてそんな人とは仕事できない。待ってください。さすが世界的シェフです。かすかに残った麹菌のフレーバーからオロロソを推測されるとは。ご存知かと思いますが、こんなエピソードがあります。おー、ストーリータイム。かつて東京で開かれた世界ソムリエコンクールで北欧のスピリッツを梅酒と答えた参加者がいました。開催地が日本なので先入観がつい舌を狂わせてしまったのでしょう。その後彼は世界最優秀ソムリエを受賞して、その舌が一流なことを証明しています。そんな一流のソムリエがスピリッツと梅酒を間違えるなんて。先入観か。山内シェフも日本人という先入観に随分と苦しめられたと思います。フランス以外の食材を使えばこれはフレンチとは呼べないと言われ、You still can. レシピに忠実に作っても今度は技法が違うと否定される。だからフランスの食材にあそこまでこだわっていたと。君はどうしてそんなことを。私も同じ経験をしましたから。日本人に洋酒の味がわかるのか、カクテルなど作れるのかと。上島様はおそらく、つまらない先入観。The same experience when he was in Paris in the West. だから少しトリッキーなお酒を選んだのだと思います。そこまで考えてこれを。え？そうですよね、上島さん。Yeah, yeah, yeah, yeah. I did. He did the shit. You took the credit.上島さん、はい。お宅のホテルについてもう少し詳しいお話を聞きましょうか。ありがとうございます。マティーニはThe heart of London. ジンとベルモットの2つを混ぜるシンプルな作り。それがなぜキングオブカクテルと言われるのか。組み合わせが無数にあるからです。どの銘柄を使い比率はどうするのか。ジンとベルモットの出会いは作り手によっていろんな表情を見せてくれる。だからマティーニは特別なカクテルなんです。 For one of the hardest drinks to make. 香りが立ってる。私のマティーニとは全然違う。南さんと同じように作ってるつもりなのに。おそらくビーフィーターの個性を引き出せていなかったのでしょう。個性？ビーフィーターは加水しすぎると香りが生きてこない。氷を溶かさず空気を含ませるようにステアをすることでシトラスの香りが立ってくるんです。南さんはそんなこと教えてくれなかった。川上さんはなぜジンにビーフィーターを使ったんですか？それはいつも南さんがお店で使ってたから。どんなジンを使うにせよその個性を引き出せないとき、バーテンダーは言います。このマティーニには顔がないと。そういう意味だったのね。僕も南さんと同じ考えです。言葉で教えられたことは覚えない。悩み迷い自分の血を流して考え抜いたことしか身につかない。それが辛いならカウンターのそちら側に座っていた方が楽しいかもしれませんね。何よ偉そうに。この前といい今日といいあなた一体何なの。
Help you out. No, 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 no. これが彼女のマティーニ。口当たりは強いけど、ジンの個性と香りをうまく引き出してる。悔しいけど、美味しい。どうも。マティーニって本当にいろんな個性が出せるのね。マティーニの顔。それはマティーニを作るバーテンダーの個性。私はまだ自分がどんなバーテンダーなのか。君には君のマティーニしか作れない。これから見つけていけばいい。私はそのためにコンクールに出ることにしたんだ。え、コンクール？カクテルアワードってあるでしょ。ええ、課題のお酒を使ってオリジナルカクテルを創作する。それに挑戦したら自分がどんなバーテンダーになりたいのかはっきりすると思ってさ。ごゆっくり。どんなバーテンダーにか。へえ、笹倉君が店に。神のグラスの彼か。神のグラス？ああ、バー風の新人ですか。君どんなバーテンダーになりたいの？神のグラス、その一杯で客の魂を癒すバーテンダー。なんて食いつくような目をして言うわけさ。そうは見えなかったですけど。へえ。話は分かった。会長にこのようなことをお願いするのは僭越ですが。なに、案ずるな。わしにいい考えがある。All right, there you guys have it. My reaction to episode 4 of Bartender, the Glass of God. I'll catch you next week for episode 5. Peace.